現在ロシアが4位で中国が3位。さあお待たせしました、ロシアのブロドノワのゆかをご覧いただきます。フロアの下に見えますのが先ほどご紹介しましたアルカイフさんです。男女兼用のコーチなんですね。そうなんですね。心配も2倍になるわけですね。ドキドキしている感じも。どうですか、男子が思わず死んでいくとは女子。2人目に演技を行いましたドルゴボレワの得点を待っておりますので、クロードノワがなかなか演技ができませんが、今得点出て 9.362、 3人目ということになります。オーダーはロシア、ゆかはもちろんホヌキラはラストアンカーを務めます。素晴らしい組み合わせですね。前方に2回宙返りをしてすぐに高い組の前宙。選手は足、脚力が生かされた床だと思います。このあたりもそうですね。あ、今リボンが飛びましたね。リボンだったですか。エレナ・ブロドノワ15歳、メリハリがありますね。やはりあのフルキナ選手なんかとは比べるとやはり脚力で勝負をするというタイプですね。しかし今最初のシリーズは非常に難しい組み合わせだったんですよ。ここですね。高いですね。2回前に回るだけでも大変なんですけど、着地してすぐにまた前方宙返りつなげてますね。どちらかというと前方系が得意なようですね。